2014年12月、これははやぶさ2の打ち上げを願って JR 淵野辺駅に集まったたくさんの人々の映像である。あれから4年、2018年5月、現在はやぶさ2はもう間もなくその長い長い旅の折り返し地点に着こうとしている。2018年5月、私たちは JAXA にいた。はやぶさの回収チームの担当だった並木先生のもとに、はやぶさ2についての話を聞きに行ったのだ。並木先生、こんにちは。はい、はやぶさ2がリュウグウへ向かわれているということで、ちょっとそこの部分を、ご説明していた、ご説明というか、分かりやすく教えていただきたいんですけれども。はやぶさは、はい、糸川という小学生に行ったんですけど、はい、小学生自身が、長いところで全長で 500m ぐらいなんですね、はい、やっぱり小さいところが大変で、今回行くはやぶさ2は竜宮というところに行くんですけど、直径が大体 930m ぐらい、少し大きいんですね。で、糸川の場合はなんかこうジャガイモのお化けみたいな感じだったんですけど、長細い、そうですね、メイクインみたいな、はい、じゃがいもみたいな感じですね、はい、で今度のリュウグウは、はい、おそらく930メートルあるので、はい、だいたい丸に近いんじゃないかと言われています。まだこれも行ってみないとわからない、はい、その、岩石惑星、はい、そのものはだいたいどれも同じような物質でできてるんですか？これがね、何種類も実はあるんですね、はい、で最初行った、糸川ですけど、これはもう本当に単純な岩石質の岩なんですね、はい、岩石以外を取ってきても何もわからない。で、今度のリュウグウはですね、もしかしたら中にアミノ酸が入ってるかもしれない、はい、炭素質でできてる、炭素系のものでできてると言われてる。なので、持って帰って、もし石を持って帰ってこられれば、もしかしたら生命の起源がわかる。アミノ酸とかそういう物質があると何かしら生命がいたというのが、そうですね、アミノ酸でも捉えることができれば、はいはい、もう生物あるいは生命体がそのいる可能性が。あれから4年、いよいよリュウグウにはやぶさ2が着陸するという宇宙人まで行くとね、はい、なかなか難しいところなんですけど、宇宙人ってきっと私はいると思ってるんですけど、はい、探査機をここで作ってる、はいはい、相模原で、そういうことです。作って組み立てて、ここで組み立てて、はい、でしかもここで試験をして、あ、試験までして、はい、試験まで、相模原からはるか宇宙へ、そんな同じ町の同士に向けて、今回私たちは応援メッセージを集めよう、そう決めたのだ。そのはやぶさ2の帰還を願った、書道を書いてもらうんですけれども、はい、何か子どもたちに何かエール、逆ですね、エールっていうのもおかしいですね、何か。そうですね、はい、はやぶさの時もはやぶさ2もそうですけど、やっぱり一番大変なのは小学生に行って帰ってくるっていうところなんでね、だから帰還がものすごく大変なので、はい、これはもう日本の独自の技術でもやってますから、まあ、間違いなくは帰ってこれると思うんですけど、はい、
まあ、帰ってこれるように子供たちには応援していただけると嬉しいなと思ってます。完全に無人ですもん。到着の予定は6月。今回のスターライト光る書道総選挙では、たくさんの市民の皆さんからはやぶさの応援メッセージをいただきます。そして5月26、27日相模大野駅でその応援メッセージを展示いたします。これだけ離れると何が大変かというと、じゃあ電波というのは光の速度と同じなんですね、はい、で電波でコントロールする。展示した作品の中から皆さんでお気に入りの作品を一つ選んでいただいて、その作品を5月29日30億キロ先のはやぶさに向けて光のメッセージとして届けたいと思います。では皆さん、はやぶさ2の帰還を願って習字を書いてください。お願い事書いてください。待ってます。